はい、木落とし公園にやってまいりました。これ木落とし坂っていうのはこの御柱だっけ、御柱、うん、御柱、あの上社と下社あるんですが、こちら上社の御柱の木落としするところで、はい、あそこから落とすんですかね。ちょっとあの他のところが映っちゃうかもしれないんで、はい、結構、はい、こんな感じでちょっとしたね、ゲレンデみたいなスキー場じゃないですけど、富士山みたいな感じです、うん、ちょっと行ってみます。なんでこれ木落としだったのか、上に看板あるから見てみよう。いや、ここでしょ。これ以外、これ逆に木落とし坂じゃなかったらさ、なんなんてなる。木落とし公園っていうだけあるから、その真似っちゃみたいな、あー、ね、うん、レプリカ的なね。そう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 、お、公園だからそこで遊んでもいいみたいな、うん、すごいな、その。ちょっと硬い、うん、でもここからね、処理とかね、うん、で楽しそう、もしやるんであれば。こけないようにね。硬いね、やっぱ。これね、4月まで溶けるのこれ。溶けなくない？これなんかソリとかで遊びたいね、これ。うん、ソリとかソリで突っ込んでさ、トンネルとガーンとぶつかって、これ。これ危険だから手すり使いながらやった方がいい。あ、怖いな、これ。うん、これ右の方が柔らかいから気をつけな、掴みながら行かないとこけるよ。あ、木のところいいかも。あの、ちょっとつま先出立ちみたいな感じでね。攻略法は木のところです。この木のところ言えば、木のところサクサクいける。よいしょ。川があります。いや、こっから滑っても気持ちよさだね。あ、木落とし公園の前に足跡つけた。おー、いい。パトカーみたいな色、パトカーみたいな。来ましたよ。よし、すごい。これが木落とし公園。御柱、これですね。年に一度の天下の大祭り、諏訪大社御柱祭。寒い、風寒い。ちょっと坂の長さ36メートル、最大斜度は27度まで。
社はこういう角みたいなのが生えてるんですね。下社は角が生えてないです。わあすごい、こっから危険ながらこっからこうガーっていくわけですね。すごっ、こっからこうガーって、ここになんかね、座るところみたいなのある。うわ、寒っ。あそこに座るところがあります。気をつけて、ちょっと危ない、そっち行くな、危ない。ずるってもうこけたら終わりだぞ。危ない。めっちゃ寒いっす。こんな感じになってんだね。めっちゃ人いるな。手がやばいね。警察がね、ネズミと一緒です。警察がで、こんな感じです。手が寒っ。あっちかな。本当は川渡ってあっちなんだけど、渡れなそうだしね。こっち運動公園の方に行ってみたいと思います。これからとりあえず来ます。